様こんにちは、たまちゃんです。今日は58号線伊佐交差点からユニオン向けに入り、太陽薬局を右折、一筋目を左折したところにありますネイルサロンティンカーベルにお邪魔します。はい、今日は、ネイルサロンティンカーベルの亀谷さんにお話をお聞きしたいと思います。亀谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのコーナーは、はい、こちらの方はフットケアの、はい、フェイシャルのパックの方を行うソファーになってます。コーナーになってます、はい、結構リラックスできそうな感じですね。はい、そうです。リクライニングするので、そのまま眠っていただいてる間に施術を行ったりとかもできます。こちらの商品はどんなものなんですか？はい、こちらの方はですね、ネイルの時に使うハンドクリームを、お客様のご自宅でもホームケアができるように販売もしております。でネイルの保湿用のクリームですとか、はい、あと爪のお手入れに使うオイルとか、はい、ヤスリですとか、あと手をケアする UV グローブですとかもございます。あとこちらの方はお顔の化粧品とかスキンケア のフォローもさせてもらっていますので、その商品も取り扱ってます。あと手荒れとかを起こしやすい方は、ちょっと刺激の強い洗剤ではなくて、はい、手肌に優しい洗剤ということで EM の洗剤も取り扱っています。メイク道具も置いてあるんですね。はい、スキンケアの商品を実際に試していただいたり、はい、私の方でメイクをさせてもらったりして、メイク体験ができます。こちらのテーブルの方で待ち合いのスペースも兼ねてるんですが、待ってる間に試していただいてもいいですし、時間があれば私の方でメイクをさせてもらって、その時に使った商品の説明もさせていただいたりしています。それではネイルスタートです。よろしくお願いします。はじめに爪ヤスリを使って長さを調節します。長さを整えた後、爪の周りの甘皮を取りやすくするため、オイルを塗ってぬるま湯につけ、キューティクルを柔らかくします。甘皮は大切な役目をしているそうですよ。次に押し上げた甘皮のカットをしていきます。これをしっかりやることで、ささくれで悩まなくて済みますね。丁寧にカットしていきます。カットが終わったら、香りのいいハンドクリームをつけて、ハンドマッサージをしながら指のツボを押してもらいました。ツボを刺激することにより、綺麗な爪が生まれてくるそうです。やってもらっている間に、ネイルについて豆知識。紀元前3000年から4000年頃の古代エジプトには、ヘナなどの植物の染料を使い、すでに爪に着色をする文化があったことがミイラなどで確認されているようですよ。次にベースコートを塗ります。ティンカーベルはオーガニックジェル、カルジェルの専門店なので、爪に優しい次世代のネイル、マネキュアより艶やかで長持ちする上に、通気性が良く爪カビにならないから安心です。ベースコートとトップコートの間に好きな色や柄を入れるそうです。今回は色や柄は入れず、お手入れだけにしてみました。はい、乾かして完成です。どうでしょうか。ツヤツヤで形も整っていて、私のボロボロの爪がみるみる生き返りました。ジェルの層は薄く、自然な仕上がりです。定着後も柔軟性を失わないので、自然なフィット感があり、折れにくい 3D ができるのも魅力です。それと、極力低刺激なものを使用した天然成分にこだわった化粧品の取り扱いもしています。場所は58号線伊佐交差点からユニオン向けに入り、太陽薬局を右折、一筋目を左折。営業時間9時30分から18時。電話0989880629。